はい、どうも、おはこんばちは、しるびです。本日は第60前後の実況プレイ、果たしてこれが公開されるかどうかちょっと不安です。というのもですね、ブログにはちょっと書かせていただいたんですけども、業務用扇風機が後ろでですね、回っております。そのためですね、もしかしたらボボボボボボボっていう音がですね、入ってんじゃないかなと思いながらですね、どんくらい、初めてなんでね、どんくらいの出るかちょっと試してみようと思ってます。なんで自分の声もちょっと大きめです。なのでそんなこの回数取れないんじゃないかなと思います。なので行ってみましょう。場所は輸入薬。日付はこれ8月の18日日曜日ですね。もう休みが終わりです。来週明日から月曜日、サダイさん症候群でございます。月曜日ね、ただね、今週の水曜日ね、なんか確か何かあったはずです。なのでね、何かあったはずなんでね、少し変わるんじゃないかなっていう。あ、そうそう、ブルーディスニーじゃない、何かあったんです、ちょっと覚えてないです。何かありました、まあ、毎週に水曜日何かあったはずです。あ、そうそう、ガチャがね、新しく GP ガチャがね、こう更新されるらしいんでね、ドイツが来るのかなって思ってる。ただ個人的にはね、そろそろザク 2F 型やね、ザク 2F2 型が来るんじゃないかなと踏んでます。というのもね、デラックスガチャでね、ゲルグが出てしまったんで、ゲルグはもうちょい先になんじゃないかなと。デラックスガチャであんのに GP ガチャ出したら、デラックスガチャやる必要ねえじゃんって話になっちゃいますからね、商売的な話で。まあだからそうなるでしょう。あー、乗り遅れ。じゃあ行きましょう。斜め突ね、はい、乗り遅れました。失敗。しかしね、暑いですね。業務用扇風機で少しマシになりまして、まあ倒れることはないかなと思ってるんですけども、それでもやっぱり暑いですね。部屋のやっぱ部屋自体がね、暑いとね、あの扇風機を回してもね、温度は極端には下がらないです。まあこれは仕方ないですね。あくまでも風を送るだけなので、部屋の涼しくするものではないっていう感じですね。はい、甘いですよ。そう、プロガンね、プロガン。そう、格闘はね、やっぱベース、あ、全然話変わるんですけど、格闘がなぜ伸びが早いのかっていうとね、ベースのスピード、ベースの格闘はベースのスピードが、あの格闘のダッシュ格闘に乗ってくるんで、おそらくものすごい伸びるっていう感じなんですだと思うんですね。何が言いたいのかというと、イフリートカイノは多分あのプロガンと同じモーションなんですけど、あそこまでですね、伸びないんですよ多分。だ、そういったのがあるのかなって。だから格闘するんだったらベースのスピードが速いやつっていうのも、急ザクでやるとね、ものすごい遅いです、伸びないです。なんでね、そういう差があるんじゃないかなと思っておりまーす。とか言ってる間に、そうそう、で、話は変わるんですけど、また変わるんですよ。どんどん話ついてきてくださいね。これが幻のにならないように、声を大きくしていってるんでね、テンション上がる。今回は、あれなんです。あれです。あれ。索敵チャレンジ。あ、やべ、索敵なのに出ちゃいましたね。こいつは、ザクツ F 型のですね、新しく追加された連射式の中距離、中距離です。中距離の、になっております。中距離スナイパーライフルですね。まあ、ちょっと違う。今までチャージを使ってたと思うんですけど、どうもね、私はね、一発一撃より手数重視っていう性格なのでね。あ、これ一段階しかできないですね。そう。だから、こっちにしてみました。でもまあ索敵チャレンジがあるんでね、索敵チャレンジをしたいんですけども、間違えちゃいました。機体は、しかしね、喋りにちょっと優先でね、なんかいまいちですね、優先しすぎてる感じです。ちょっと集中していきましょう。イフリートですね。まあ、ね、射程が短いんでね、1000何がしか、
1000ちょっとしかないんでね、族と同じぐらいの感覚で行かないといけないですね。気をつけないと。だから多分あの距離でギリ当たるかなって感じですね。あ、即着弾じゃないですね。若干着弾にタイムラグがありますね。あの距離で当たらないですかね。じゃあちょっとその辺は注意が必要ですね。届くわけがないだろう。はっはっはっは。甘いわ。リロードがちょっと長いですね。リロード、あれ当たってないんですか。どんだけ。あ、即死した。だけど結構減りますね。ええ、一発3250ぐらいなんで、まあ300ダメージですね。まあビームライフルよりいいんじゃないっていう感じですね。さて、僕はカメラマンです。戦場のカメラマン、戦場のカメラマン 8人索敵しろっていうなんでね、どん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 盗撮していこうと思います。これちゃんと声入ってなかったら完全に幻の実況プレイになるんでね、悲しみを背負います。はい、へへへ、あれで1格闘だぜ。ちゃんと照準に入れてからやれば光るっていうことが分かったんでね、私は学びました。おっと、ミス、痛いですね。ありがとう。なんで上向くんでしょうね。痛い。なんで上向くんでしょうね。嫌ですね。ちゃんと真ん中に入れてロックをすればいきますね。あれ、これ上に戦艦っぽいのが見えたんですけど、いないですかね。いないですね。これも8匹はやったでしょ。もうこいつには用済みです。用済み。そう、まあここからちょっと超ロックしていきますよ。お前を盗撮する。俺がお前を盗撮する。盗撮専門です。ここは感謝しておこう。さあ、ガンガン盗撮しますよ。盗撮がお仕事です。そんな盗撮で大丈夫か。リロード早くした方がいいですね。おう、撃たれてる。うほほう、痛い。やばいですね。もう今回チャレンジ目当てなんでね、ポイントなんてどうでもいいです。最近階級に本当に興味がなくなってきてるので、まあ順勝であればいいかな的な。お、せっかくなんでね、普段使わない機体をね、どんどんお見せしよう。あ、だけどこれせっかくなんでこれですね。せっかくなんでいきましょう。やっぱりね、使ってて思うのは、自分はね、前衛機体の方がね、やっててね、戦果も出るし、なんか、やってて面白いですね。やばーし！死亡フラッグ！
オーバーヒートは死亡フラグでした。ちょっと調子に乗ってますね。ダメですね。死亡フラグ、ここで、こっちの方がね、見渡しがいいんで、こっちから見渡しがいいんでね、行きましょうかね。サブでバズーカ持ってくればよかったですね。これ今地雷なんです。ただバズーカ持つとね、積載が厳しい。なんでね、いかんよ。ほほほほ、なんか微妙にあれですね、微妙にあれするときありますね。そうでなくてはな、あら、微妙に相手がのけぞるときがあるのは、あれはバックショットとかになってるんでしょうかね。ヘッドショットやバックショット。そうね、失敗しましたね今のね。一応ねザクツ F 型は白衛戦能力もあるんですけどね、そのためのバズーカをちょっと取ってなかったんで、あとはまあ連射式まだ慣れてないですね。あれ、そうちょっとねパソコンの設定を変えまして、前回CPU が重いんですけど的な感じで言ってましたんですけど、設定を変えればね少しマシになりました。ていうかだいぶマシになりました。具体的には CPU の、 使用能力を上げたのと、オーバーグロックはしてないんですけどね、あと電源を少しいじってます。電源をパフォーマンス上げました。そうすることで、なんかねだいぶ改善された感じです。そうだいぶ変わりましたよ。びっくりです。自分でもびっくり。今これね、今まで30、40切って30代、20ですかみたいな。私むしろ17歳です。いや、そういうことじゃないですけど。それ、年じゃなくて。あーでね、なんですけどね、今まで30切ってた時もあったんですけど、今50とか40とか出てるんで、ぐっやっぱ結論言うと電源の能力を上げる、電源じゃなかったのか、電源とまあ暑さによって電源がちょっとオーバーヒートをして、処理がなくなっていたという感じですね。なんでだいぶその辺改善されました。自分でももうびっくりしてます。こんなに変わるんかいって感じですね。早く気づいておけばっていう感じです。結構ラグくてね、イライラというか、まあ、嫌なシーンが多かったんでね。さあ、このブーって音がどんくらい入ってるのか。ナイスだ。爆撃が来ます。さてシャーが出てるんですね。さあ対抗がないから来るぞー。ガンガン攻めるリペアでね、行っていこうと思います。もう索敵チャレンジ終わったんでね、一着
策的にこだわる必要ないわけですよ。攻めるリペアと呼んでくれ。オップス、いいんです。時代がジレ踏んじゃった感じですね。さあ徐々に行きます。好奇心が高くなってますね、やっぱりね。支援行動の守備と呼んでくれ。ただね、このあれですね、なんというか、まあ、どうせないでばらまいておこうかな的な、まあ、いっか取られちゃっても射程が短いですね、だから F 狙撃が射程の何でしたっけ、特性がついた方はこの連射式をやるといいかなって感じですね。じゃなかったらあんまり向いてないかもしれない、射程が短すぎる。はい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 、いいのかい、そんなんで、いいのかい、そんなんでプロガンちゃんよ今中心になってましたね。あーまいまい、のけぞりますよ。そんなプロガンで大丈夫か。おっと、ここはやばし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 、いたしね。 F 狙撃はね割とね楽しいですね。ただ射程がやっぱりね連射式だと1000ちょっとしかないんでね、それ短く感じますね。手数はあるんですけどね、ただそれだったらノーマルのあのノーマルも持てるんでね。てかチャージはちょっと手数の少なさがやっぱり痛いです、本当に痛い。ちょっとここはもう戦場の盗撮カメラマンやろうかなって思います。戦場の盗撮カメラマン、あらっとここどこ、戦場の盗撮カメラマンです。うん、この辺の射程を維持したいですね、もしね。おーっと痛い、やめてくれないかな、そういうことは。ここ爆撃受けると思うんだ、やっぱり。しっかりと盗撮していく。とか言ってる間にあと3分切ってますね、あっという間だ。はいですね、あれロックしてるはずなのに。これ入らないですね、微妙に。クスがささささささ痛い。援護超しまくよとか言いながらね、2拠点しかし多いですね最近ね、なんか3本、私はニューヨークは3本拠地以外認めないぐらいの勢いなんですけど、個人的にはそれぐらい3本拠地がバランスがいいというか、まあ安定してるんでね。
あ、これ取れないかな。あ、取れた。そう、それぐらいね、安定してるのになんでそんなばっか出るんやーって感じですね。さーて、あと30秒攻めましょう。あぶね。ここは攻めるっけないんや。あら、オーバーヒートしましたね。とか言いながら終わりそうですね。素晴らしい。チャレンジもクリアしたし、終わるかな、終わらないかった。あとちょっと終わりましたね。あ、時間切れで終わりましたね。さて、そんな感じで終わったんですけども、これ果たして音がどんくらい入ってるのか、私の声量は負けていないのか、業務用スーパーに、スーパーじゃない扇風機に、ちょっと気になるところです。速攻でね、ちょっと裏でチェックしてみようかなって思います。そんなわけで第60何回幻の60何回にかになるかどうか、ちょっと気になるところでございます。ね、ちょっと気になるところですけども、今回はここで終わりです。なんかまとまりがない感じですけど、今回はちょっとね、まあ、実験的な部分もあるんでね、このブブ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 って音がどんくらい入ってるのかってそれだけ気になるのでね、今回それが目的です。そんなわけでですね、第60回、実況プレイ終わりに、60何回かの実況プレイ終わりになります。どうもありがとうございました。